クシシュトフキエシロフスキは、ポーランドの映画監督。晩年はフランスでも活動した。1941年6月27日、ワルシャーで生まれた。エンジニアだった父の仕事の影響で、幼少期は小さな町を転々とする生活を送った。16歳の時に、消防士の養成学校に通っていたが、3ヶ月で退学。その後、 舞台演出家を志し、1957年にワルシャワの演劇専門学校に入学した。在学中に映画監督への道を志し、卒業後にロマン・ポランスキーやアンジェイ・ワイダなどを輩出したち映画大学に入学した。1966年に初の短編映画を制作。以後、1980年までにドキュメンタリーを中心に21本もの、 短編映画を制作した。1976年、初の長編劇映画、傷跡を発表。1979年の2作目、アマチュアは、同年のモスクワ国際映画祭で金賞を受賞。翌1980年には、シカゴ国際映画祭で、ゴールデンヒューゴ賞を受賞した。同作は、クシシュトフザヌー氏の保護色などとともに、当時のポーランド映画界における。 モラルの不安の映画の代表作とされている。1981年の偶然は検閲による上映禁止処分を受け、6年後の1987年に公開された。その後、1989年から1990年にかけて、聖書の10回をモチーフとした10編からなるテレビシリーズデカローグを制作。第十六回ベネツィア国際映画祭で、 国際映画批評家連盟賞を受賞し、スタンリー・キューブリックから激賞された。また、デカローグが完成する前の1988年には、同作の5話と6話を劇場公開用に再編集した殺人に関する短いフィルムと愛に関する短いフィルムを発表。前者は、第41回カンヌ国際映画祭で審査員賞と国際映画批評家連盟賞を 1> 第1回ヨーロッパ映画賞では作品賞を受賞。後者はサンセバスティアン国際映画祭審査員特別賞、サンパウロ国際映画祭観客賞を受賞した。1991年、ポーランドとフランスを舞台に名前や容姿が全く同じ二人の女性、ベロニカの運命を描いた二人のベロニカを発表。第44回カンヌ国際映画祭で自身二度目となる。 国際映画批評家連盟賞を受賞したほか、主演のイレーヌ・ジャコブが同映画祭女優賞を受賞した。1993年からは、フランス政府の依頼を受け、フランス国旗の3色をモチーフに、それぞれの色が象徴する、自由、平等、博愛をテーマとしたトリコロール三部作を制作。同年、自動車事故で夫と娘を亡くした女性の絶望と再生を描いた一作目の、 トリコロール、青の愛を発表。第50回ベネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞し、主演のジュリエット・ビノシュにも同映画祭女優賞をもたらした。翌1994年の2作目、トリコロール、白の愛は、第44回ベルリン国際映画祭で監督賞を受賞。同年に再び、イレーヌ・ジャコブを主演に迎えた3作目、トリコロール、 赤の愛は第47回カンヌ国際映画祭に出品され、世界三大映画祭すべてでの受賞が期待されたが、無冠に終わった。トリコロール、赤の愛では三部作を締めくくるような運命的なラストが描かれている。その後、一時は映画監督を引退することを宣言。演劇学校で新人俳優の指導に当たるが、1995年に復帰を宣言。 ダンテの新曲をモチーフにした天国、地獄、煉獄三部作の脚本に取り掛かった。しかし、1996年3月13日、心臓発作で死去した。なお、三部作の脚本の完成部分、天国編が2002年にトム・ティクバにより、ヘブンとして地獄編が2005年にダニスタノビッチによって、美しき運命の証拠としてそれぞれ映画化された。 ありがとうございます。